元気ですか？元気があれば何でもできます。実況アナウンサーの柿野孝彦です。今回はですね、夢の対決実現なるかということで、那須川天心 VS 武尊、この一戦について喋ってみたいと思います。さて、年末の来陣でですね、なんと武尊選手がですね、埼玉スーパーアリーナに姿を現しました。私も見ていてびっくりしましたね。 K1 の3階級制覇王者、武尊選手がですね、天心選手の、ね、試合の前にですね、この埼玉スーパーアリーナに姿を現した。こうなってくるとですね、当然この2人の対決機運が高まってくるわけですね。その中で天心選手が見事ですね、相手を判定で打ちのめしました。ほぼ一方的でしたね。やはり強かった。で、天心選手はこれで43戦全勝でございます。さあ、いよいよということになったわけですよ。もうマスコミ各社もですね、こぞって、2人のもとに集まってくるということになりました。そしてですね、試合には出ていませんけれども、武尊選手にもですね、一言ということで喋ってましたね。ですから、まあ、この2人のですね、夢の対決実現に向けて一歩前進ということではないでしょうか。行動を起こしたのは武尊選手でございます。そしてですね、翌日ですかね、K1 サイドからですね、全面的にバックアップをすると明言をしておりましたし、そして、来陣側のですね、榊原さんもですね、同じテーブルにつく用意はあると言っておりますので、ぜひですね、2人の夢を叶えてあげていただきたいなというふうに思います。問題点もいくつかあるんですよ、ね、大人の問題といいましょうか、ね、政治的な問題といいましょうか、いくつかあります。例えば、K1 に所属しているその武尊選手は K1 のチャンピオンであり、そして天心選手はライズのチャンピオンなんですね。ライズのチャンピオン、そしてですね、この大舞台というですね、ライジンの、舞台に曲がってますから、ライジンとそれからライズと K1、まあ、この3社でですね、話し合いをする必要があるんではなかろうかと思いますね。まあ、以前から戦おうと言っておりましてですね、なかなか実現できない、いろんな諸事情がございまして実現ができません。なんとかね、ということになってまいります。まずは、まず武尊選手は1月にですね、試合がありますし、天心選手は2月に試合がありますが、それが終わった後でしょうね、おそらくね、オリンピック前というような噂もあるくらいですからね、ぜひ大きな舞台でですね、そして中立のリングで、ね、やってもらいたいなというふうに思っております。ぜひですね、関係各位の方々、実現に向けてですね、行動していただきたいなというふうに思っております。まあ、以前からね、お互いに戦おうと言っておりましたんでね、ぜひね、夢の対決を実現してもらいたいなと思っておりますが、そんな中で2人の戦績をですね、改めて確認をしていきたいと思います。まず K1 の3階級王者であります武尊選手は39勝1敗、ね、23の KO でございます。現在は K1 の3階級制覇、 K1 グランプリのスーパーバンタム級の王者、そしてフェザー級の王者、スーパーフェザー級の王者ということで3階級を制覇しております、ね、無敵のチャンピオンでございます。29歳。一方、天心選手は、ライズの世界フェザー級のチャンピオン、そして元ライズ世界バンタム級チャンピオン、そして ISKA、フリースタイルルール世界フェザー級のチャンピオンでありまして、現在22歳でございます。戦績は43戦全勝、キックルールで38戦全勝、総合ルールで4戦全勝、そしてミックスルールで1戦して1勝、ね、負けがありません。43戦全勝でございます。このですね、無敵同士の戦い、もう頂上決戦ですよ。キック界の頂上決戦、これはやはりね、私も見てみたいというふうに思ってます。で、天心選手はですね、今後ボクシングに転向すると明言をしておりますので、あとキックは数試合、最後の砦がですね、この武尊選手、武尊戦かもしれません。天心選手はそこで勝ってですね、すんなりと気持ちいい形でボクシングに行きたいと。で、待ったをかけるであろう武尊選手はね、もう30歳目の前ですから、もう今しかないということで彼は動いてるわけでございます。彼の行動力には拍手、素晴らしい、ね、周りが動き出したわけでございます、ね、彼の本当に行動力にはね、頭が下がります。素晴らしいと思います。でですね、この2人がやった場合ですね、どちらが勝つのか、これはね、ちょっと私もまだ分かりませんし、もう一度ね、洗い直す必要性があると思います。もう今しかないんですよね。天心選手がボクシングに行ってしまったら、もうこれは夢で終わってしまいます。天心選手に土をつければですね、天心選手もそのままボクシングに行くわけにはいかないということ、もう一戦見れるかもしれません。その時に天心選手がリベンジを果たすのか、もしくはまた返り討ちにするのか、となるとまた膨らんでくるかもしれないし、これ分かんないですよね、どうなるかね。もう残りの、ね、選手生活を考え始めた武尊選手にとってはですね、天心戦、那須川天心戦というのをね、絶対にこれは
成し遂げなければならないという思いがあるでしょうし、天心選手とすればですね、タケル戦をクリアして、そして晴れてボクシングの世界へということで考えていることと思います。ね、でですね、もしですね、これ天心選手が仮に勝った場合ですよ、これね、似たような実はね、パターンがあるんですよね。2つの例があります。一つはですね、もう70年代でしょうかね、千作ワンセリンというね、スーパーライト級のチャンピオンがおりました。この方はですね、ムエタイ出身なんです。ムエタイでですね、実はこれ非常に強くてですね、59勝9敗、55の KO、 これを引っ提げて、プロボクシングの世界に行ったんです。そしてなんと、これ記録ですよ、世界3戦目でチャンピオンになりました。そのデビューから世界タイトルを取るまで3戦なんですけど、間がたった8ヶ月しかありません。こんな人は見たことがない。これにですね、もし天心選手が武尊選手を破った場合は、これに私は挑んでもらいたいと思います。今の日本の記録は田中康生選手のデビューして5戦目なんです。世界タイトルダッシュ、天心選手、これ3戦目でですね、世界のベルトを奪取すれば記録です。そして千作ムアンセリンに並ぶわけですし、世界最速ということになります。3戦目ですよ。これね、やはりムエタイの下地があったんですね、彼はね。ですから3戦目で世界チャンピオンになりました。そして、ガッツ石松さんがライト級のチャンピオンでした。スーパーライトにですね、上げようとして千作ムアンセリン選手とやりまして、6回 KO 負け、ガッツ市松選手、前世紀のガッツ選手でも勝てませんでした。それだけ強かったチャンピオンでございます。千作もワンサイ、そしてもう一方います。辰吉選手と激闘を転じました。ウェラポン選手、ウェラポン、ナコンモアプロモーション選手。この選手をですね、デビューして4戦目で世界タイトルを奪取いたしました。初防衛戦で敗れてですね、しばらくの期間チャンピオンになれなかったんですよね。でもまた返り咲いて、辰吉戦で返り咲いてですね、そして、西岡選手が決まったらダメでですね、最終的には、ね、長谷川穂積選手がですね、破ってくれましたけれども、本当に長きにわたりましてバンタム級のチャンピオンでございました。そのフィラボン選手もムエタイの選手なんですよ。元ムエタイの3階級制覇なんです。彼ムエタイの3階級制覇で、なんとムエタイ時代は100戦以上やってたんです。ですから天心選手と似てるじゃないですか。天心選手も、ね、キックで無敗でいってということになればですね、おそらく比較されると思うんです。千作もワンセリン、ウェラポン、このあたりと比較されると思います。そして天心選手がもし3戦目で世界のベルトを奪取すれば、おそらく上田的にはですね、井上尚弥選手と同じぐらいだと思いますので、夢の対決がまた見られるかもしれません。今度はボクシングでね、そういったこともあるわけですよ。ですからもし天心選手がですね、ボクシングに行ったら、もうここまでやったらね、もうここまでやったらベルトは取れるはずだというぐらいしっかりやってですね、3戦目にベルトを取って、ね、で、千作ムアンセリン選手はボクシングにいた時の年齢24なんです。天心選手22でしょ、大体同じぐらいですよ。で、向こうへ行ったんです。向こうへ行ってチャンピオンになった。3戦目で世界のベルトを取りました。それも間はデビューして8ヶ月千作ムアンセリン、すごい、すごすぎる。これにちょっとね、挑戦してほしいと思います。そこでまたね、今度はボクシング界の夢の対決があるかもしれない。井上尚弥 VS 那須川天心ね、それをですね、そう簡単にそうやすやすと やらせてもらえるかと思う気持ちが武尊選手にはあると思うんです。ぜひ実現していただきたいというふうに思いますね。はい、でですね、夢の対決で終わったそういった対決もいくつかあるんですよ。例えばプロレスで言えばね、ババ猪木、アントニオ猪木 VS ジャイアントババ、見たかったな、実現できませんでした。政治的な問題、テレビの問題等々がありましてダメだった。そしてジャンボ鶴田 VS 藤波辰巳、これもできませんでした。いろんな問題がありました。そして総合では全盛期で見たかった一戦がある。小川直也 VS 藤田和幸、これを全盛期で見たかった。一度やりましたね。なんかちょっと よくわかんないルールでやりましたよね。あれはちょっと参考にならないかなと思いますね。例えばね、プライドあたりのリングでですね、小川直也 VS 藤田和幸が全盛期同士でやったらどうなったのかなっていうね、まあ、そんな夢の対決もあったわけです。ですからね、全盛期一番いい時に戦うというのはね、夢の対決になるんじゃないかなと思います。ですからもう幻に終わった一戦にならないようにですね、
この武尊選手と天心選手の一戦実現に向けてですね、双方が歩み寄っていただいてですね、中立のリングでぜひシールを消していただきたいと思います。今回は夢の対決、那須川天心 VS 武尊というテーマでお伝えをさせていただきました。このあたりでご迷惑元気ですか。元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさー